ば廃人10人近くできていた。疎開の時から妻と子が来る前に別れなきゃ。季節忘れて廃人縁切り珍道中。ダミ声大食い力持ちの二節間。美しいのは見かけだけ、二人の掛け合い楽しい。朝日細身の横にもしこんな人いたら違っていたのかな。お話は太宰治グッドバイ。